こんにちは、ほめほめドッグトレーナーゆかです。はいはい、うん、うん、はい、質問ありがとうございます。そうですよね、目を離している間にワンちゃんが排泄をしちゃうっていう、皆さんそうやってトイレトレーニング苦労されるんですけども、目を離すっていうのがもう大間違いなんですね。目を離してたらその場でワンちゃんしちゃうのは当たり前なんです。そのワンちゃん子犬だったら排泄の頻度は高いですし、もう成犬だとしてもトイレを覚えてないとしたらしたい場所でしちゃいますから、目を離さないっていうことですね。つまり行動の管理と監視、この2つがすごく大事なポイントになります。なのでサークルから出すんだったら一瞬たりとも目を離さない、監視をするっていうのが大事なんですけども、今の質問の中にあったサークルから出した途端にしちゃうっていうのは、ワンちゃんがまっすぐトイレに行くように行動を覚えてないので、サークル開けてもらった出たするっていうのが行動パターンになっちゃってるんです。ワンちゃん行動パターンで覚えるんですね。その行動パターンを変えていく必要があります。具体的にはサークル開けたらトイレに直行させます。抱っこして連れてっても失敗はさせずに済むけど、そうすると抱っこしてもらわないと自分で行けるようにはならないので、フードを嗅がせて誘導するのが一番ワンちゃんが自分で行くことを覚えるためにいいです。サークル開けたらトイレに直行させて成功させて褒めるっていう風にすると、ワンちゃんそれが行動パターンになってやってくれるようになります。皆さんトイレのお悩みとても多いですよね。何か他に聞きたいことありましたらコメント欄にメッセージくださいね。またはコメントには書きづらいっていう方は概要欄に LINE 公式のリンクが載ってますので登録いただいて、そちらからも質問受け付けてますのでよろしくお願いします。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らすための方法や考え方をお伝えしています。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。